三門草原寺は愛知県と明市にある総統州の寺院。下四国令場の第一番。現在の住職は26世位である。鎌倉時代に天台宗の寺院として改白されたと伝えられている。現在の宗派である総統宗に改修され改装されたのは1505年の未大運王賞の時である。1560年二世海王隆起王賞の時。 桶狭間の戦いが起こり、その戦死者を引導証拠をし葬った。1654年3月3日、火災により書道がすべて怪人に返し、わずかに三門の扉二枚のみ残ったと伝えられている。当時のガランは、現在地より南東1キロぐらいのところ元屋敷にあり、その地は、境川、小戸川の氾濫に悩まされており、高台である現在地を整地して、ガランを整備した。 江戸時代より当地域の中本山としての格を誇り、現在では愛知県下に多くの男信徒とのつながりがある。豊明市指定有形文化財である山門は、1717 17年の六世、両後祖水洋省の時、下郡桶狭間村の住人である、火事の正門の一鬼神によって建立された。ケヤ材一部品の木材三軒一個門作り、屋根は入もや河原吹きであり、 変額は、ヤゴと半ニャ大具も伏せ元厚自然寺の筆である。大栗は1805年に再建されたもので、大屋根に煙抜きの小屋根が載っている。玄関と土間の天井には、松の大木での小屋組が施されており、江戸期の寺院の栗の作りが今も残っている。下四国霊場一番札所、西の裏や、東裏あり、日間かじましの島かけて、四国なるラム国家に、 このように歌われた千田半島に、文化六年、古見村明楽寺十三世、両三条人が、不法大師の無国によって、親し国礼以上の改装を決意されたのに始まる。岡戸半蔵行者と、武田安兵という二人の同志を得て、改装の大技に着手されたのである。草原寺には、武田安兵行者が、大師尊像を奉仕しきたり、安置を願った。しかし住職は、 工房大使は、他州の州祖でもあり受け入れることを春巡したので、やむなく当村の断と壮大である彦像方に託した。彦像草原寺未堂の一宮に仮安置したところ、前寺参拝者がましぐ報道を混流した。草原寺が、下四国一番札所に定まったのは、当時の当村が、下半島最北端の地田郡であり、霊場の札板は右回りによるところである。現在では、 草原寺への参拝者は巡礼者を含め年間10万人ほどである。豊明の大根滝正式名は、カラス、秋様明王尊大祭という。毎年11月29日に行われる行事で、ご祈祷をされた大根を、風呂吹き大根とし、結び昆布と共に食して、明王尊とご縁を結び健康で寝たきりになることの、内容を願う行事である。 毎年大変な人手で6,500人分の風呂吹き大根を用意する。混雑のため食べられない人、当日参拝のできない人のために持ち帰り用意1万個の聖の大根を用意する。明堂、稲荷飛び地境内にある。由緒は、慶応元年千田郡、北崎村の祖宝家、浜島う八の三女、東が錆び、大和直の勘歌を受け、当時の東海道を行き来する。 旅人の難儀を救わんと提発して仏門に入り、明道にと改名し、東海道に面した落合の集落に浜島う八の援助で、サビ、当たる案を混流した。そのよう東海道を旅する人のための無料休憩所として毎日お茶の接待を行い人々の心身を癒した。今でもその時に使った大きな湯釜が草原寺に保管されている。平成2年、 明道に百回期の時アの業績を検証するため、一道を混流、福徳を与える稲荷を、明道ににちなみ明道稲荷と尊称し、明道にの仏心の証として末長く人々の安穏を祈願するため、その道のご本尊としてお祭りしている。戦一つか八月桶狭間の戦いと戦一つか、永禄三年五月十九日史上に、有名桶狭間の戦い、すなわち、 駿河城主今川寺部、大輔義元、尾張に進行中桶狭間にて、織田信長の奇襲を受け戦し、草原寺二世海王隆起王将は、明宗衆院王将に命じて、村人と共に、戦勝者を収容し介護、戦死者を各所に葬り、引導を昇降した。各所の塚は近年まで存在していたが、宅地開発で失われてしまった。戦一塚はそれらの塚の代表的な存在として、 作られ歴代の住職が収創を率いて、供養を続けてきた。現在では主催者が、全国に引き継がれ、草原寺住職を廃称して6月第1土曜日に、戦人塚で法要が営まれている。草原寺の位牌堂では、今川吉本公位牌、天沢因伝四品前礼部次郎の峰明公、大古寺、松井宗信位牌、法皇サビ当たる城空安守その他、 桶狭間の戦いの戦死者を手厚く供養している。郵便番号470-1165愛知県、トゥーアゲ栄町内345。ありがとうございます。